今日本日は来て、駅に来ていただいてありがとうございます。出だしにちょっとおかしなアクシデントがありましたが、片当てがね、楽器に片当てをつけないと、シフティングがうまくいかないので、いつもこれ片当てをつけて弾くんですけれども、時々ポロッと外れて気づかない時があるんですけれども、今お聴きいただいたのが、クライスラーの、美しきロスマニーという曲で、これは、クライスラーが書いた一番有名な曲が3曲あるんですけども、愛の悲しみと愛の喜びと、美しきロスマニー、この3つ、今弾いた美しきロスマニー、この3つの曲が今、クライスラーの曲の中で一番弾かれている有名な曲なんですけれども、で、もう一つクライスラーが曲を弾くんですけども、それが次の曲で、タンゴなんですけれども、これはアルベニスっていう人がピアノのために、書いた曲なんですけども、これをまたクライスラーが、バイオリン用に編曲をして書いたんですけど、クライスラーは自分の、作曲っていうの曲もあるんだけども、こういう編曲もたくさんやっていまして、もう何十曲も名曲が、隠れた名曲がたくさんあるんですけども、このタンゴっていう曲を今これから演奏します。タンゴっていうのはもともとアルゼンチンから発祥したといわれる、舞踏曲っていうか踊りなんですけども、18世紀頃にアルゼンチンから伝わったといわれる、踊りなんですけども、非常にゆったりしてエレガントな、踊りです。お聴きください。次は、チャイコフスキーの、懐かしい土地の思い出という曲です。懐かしい土地の思い出というのは曲の名前ではなくて、これは、3つの曲が1つのアルバムとして、まとめられたものなんですけれども、1つ目が瞑想曲 で2つ目がスケルトで、3つ目が、メロディーというふうになっているんですけれども、今日はこのメロディーという、この3つの中でおそらく一番、美しくて感傷的な、曲を選びました。お聴きください。
チャイコフスキーの懐かしい年の思い出のメロディーでした。続いては、モンセ作曲のエストレイダです。あのメシキメシカンセーナーでって書いてありますけども、本当にあの曲を聴いてもらったら分かるようにすごくゆったりですし、すごくあの異国 の, あの全然違うエキゾティックなあの雰囲気が漂っている曲なんですけども、これはハイデッツっていう有名なバイオリスト、ものすごく有名であのすごいバイオリストなんですけども、そのハイデッツが、このポンセのエストレイダーをバイオリン用に編曲して、さっきクライスラーがあのピアニストの曲を編曲したんです。今度またハイデッツがポンセの曲を、バイオリン用に書き換えたんですけども、僕の一番好きなレコーディングでやっぱりこの編曲した本人のハイデッツの演奏が一番好きですね。やっぱりこの曲にものすごくあの彼のスタイルが合っていて、あのそれがすごく好きな録音なんですけども、いやあの、お聴きください。次は、ブラウム作曲のハンガリー舞曲第2番です。ハンガリー舞曲といえば5番が有名なんですけども、まあ、1番もすごくあの名曲ですし、この今日、演奏する2番もすごく、名曲なんですけれども、あのこのハンガリー舞曲とは別にまたチャルダッシュっていう
曲がすごく有名な曲があるんですけども、これとこのハンガリー曲がすごくつながりが深いみたいで、ハンガリー曲5番を自分が弾いた動画っていうのをインターネットに投稿したときにコメントをくれた人がいて、そのコメントをくれた人によると、チャルダッシュ、このハンガリーの曲はそのチャルダッシュとかを書いたその、ベラ・ケランっていうかハンガリー人の作家なんですけど、その人が書いたものをブラームスが盗んでハンガリー曲に対応したっていうらしいんですけども、そういうわけで、まあ、すごくチャルダッシュとすごく似たようなところがあるので、すごくあ、これチャルダッシュだなってすぐ聞いたら分かると思うんですけども、ハンガリー曲1番も2番も全部そうなんですけども、まあ、チャールズもすごく有名ですし、ハンガリー曲も、まあ、チャールズとすごく共通点が多いので、楽しんでいただけるだろうと思うんですけども、お聴きください。
楽しんでいただけたということなので、もう一曲演奏させていただきます。マスネの大使の演奏曲演奏します。